ネルケと伝説の錬金術師たち、新たな大地のアトリエ。グランツワイトの賢者、それはこの国に伝わる偉人の伝承。かつてグランツワイトの賢者は不思議な力で人々を助けて回りました。その力はやがて錬金術と呼ばれるようになり、今日まで人々の生活を支えています。賢者が生み出し残したといわれる賢者の遺物は今もなお世界各地に眠っています。遺物を探し出し研究をすること、それはこの国において重要な仕事の一つなのでした。その伝承にある場所の一つがこのヴェストヴァルト村というわけね。すごくのどかな村ですね、ネルケ様。本当に何もないところ。ここから発展させるのは至難の業ね。ここに来るまでに資料を確認したけれど、実際に見ると思った以上ね。これは時間がかかりそうだわ。ネルケ様。でも私はやり遂げてみせるわ。この村のためにこの場所を発展させてみせる。それだけじゃない。もし賢者の遺物が見つかればこの世界の役に立つわ。錬金術が使えなくても私は自分の仕事も夢もどちらも両立してみせる。その息です、ネルケ様。ミスティはどこまでもお供いたします。ありがとう、ミスティ。付き合わせることになっちゃって。何をおっしゃるのですか。私はネルケ様のメイドです。主人についていくのが私の役目。いえ、生きがいですから。一緒なら心強いわ。光栄です。さあ村に行きましょうか、ミスティ。はい、お供します、ネルケ様。私はネルケ・フォン・リュシターム。貴族の出身で数日前に王都にある学院を卒業したばかりです。賢者に憧れて錬金術師になろうと思ったこともあったけれど、才能がなかった私は役人になるつもりでいました。しかし卒業する直前に賢者の新しい記録が発見され、ここヴェストヴァルト村に遺物があるかもしれないと分かったのです。ヴェストヴァルト村は父が領主を務める村という縁もあり、担当管理官としてこの村に赴任することができました。ただ遺物探しだけに力を入れるわけにはいきません。私は貴族、民のために働く義務があります。ヴェストヴァルト村は自然豊かな未開拓の地ですが、前々から交易拠点の候補として挙げられていました。そのため私は王都を出ることに反対する父と約束し、きちんと発展させることを条件にこの村に来ました。厳しい条件だけど絶対に諦めない。
必ずこの場所で成果を出してみせる。そんな決意を胸にこの場所にやってきたのでした。まずは村長さんに挨拶をしないと。村長様に？ですが今日からここを管理されるのはネル。まあね。でも村長さんは住民の皆さんの取りまとめ役なの。かん。なるほど、そういうことでございましたか。すいません、あんたがネルケ様ですかい？はい、そうですが。申し遅れやした。あっしはこの村の長を務めとりやす、クノスと言いやす。で、あなたが村長さんですか？随分とお若い方なのですね。遠近く年下のお嬢さんに若さを褒められるとは。すみません。ただ村長さんというともっとこうお年が上の方を想像していましたので。確かに前は親父が村長をしとったんですが、さっさと足に役目を押し付けて楽隠居しやがったんで。その上今は世界を旅してるんですね。悠々自適な老後なんぞを過ごしてやがるんでさ。そうですか。ご苦労なさっているのですね。いや、村のみんなが協力してくれてるおかげでなんとかやっていけてやす。課題があって大変だと思いやすが、精一杯お力になりやす。課題ですか？一体。おや、聞いてないんですかい？つい先日領主様から早馬で来たんでさ、期間ごとに課題を出してそれが達成できなかったら別の担当管理官に変更になるって。何ですかその話、聞いてませんよ。おそらくですがネルケ様が早く戻られるよう仕組まれたのではないかと。領主様はネルケ様と離れることをすごく寂しがっておられましたから。しかも早馬で来たということは私が王都を出た後に決めた条件ってことよね。ああもうこれじゃ約束が違うわよ。確かに少々釈然としませんが従うほかありません。担当管理官の任命権は領主様がお持ちですから。村についていきなりこんなことになるなんて。また何か追加で来なければいいけど。まあまあまあ、今日はもうお屋敷へ行きましょう。長旅でお疲れじゃねえですかい。まずは旅の疲れを取って明日から頑張りましょう。そうですね、ありがとうございます。クノスさん、気を取り直して頑張っていかないと。それじゃ案内をお願いします。はい、お任せください。さあさあ、ここがお二人に住んでいただくお屋敷でさ。すごく立派なお屋敷ですね。領主様直々に視察に来られることもあるからと昔の大工たちが気合を入れたそうでさ。
今日はもうゆっくりお休みください。ありがとうございます、クノスさん。これ、へい、それじゃ足はこれで。ネルケ様、建物内の確認が終わりました。ど、あ、いつの間に。相変わらずすごい手際ね。メイドたるもの、主人の住居の安らぎを確保するのは当然です。ネルケ様の身の回りのことは全て私にお任せください。ありがとう、これからも頼りにしているわ。それじゃ中に入りましょうか。やっと一息つけるわ。今日はお疲れ様でした、ネルケ様。うん、それを言うならミスティもでしょ。きっと私よりも大変だったでしょうに。この程度何の問題もありません。それよりどうでしたか、実際にこの村に来ての印象は。なんとも。まだどんな人がいるかも分かってないからね。それもそうですね、失礼しました。それにしてもお父様にも困ったものね。後出しで条件を追加してくるなんて。そういえば課題というのは結局どういうものだったのですか。詳細は書いてなかったわ。とりあえず期間内に目標を達成しておけばいいみたい。なるほど、では当面はその目標に向かってお仕事を進めることになりそうですね。ええ、さあ話はこれくらいにしましょう。明日からのために今日はもう休まないとね。かしこまりました。ネルケ様。よ、ええ、おかげさまでね。それは良かったです。本日のお仕事はいかがなさいますか。まずはクノスさんに会いに行きましょう。村で採れるものとか辺りの環境とかを聞きたいの。これからどうやって村を発展させていくのか考えるためにもね。確かに村の周辺にあるものを使って発展させていくのが賢いやり方ですね。でしょ。あと人材についても知っておきたいわね。もし優秀な技術者や錬金術師がいたら発展の助けになるもの。なるほど。ですがさすがに錬金術師は厳しいのではないですか。優秀な錬金術師なんて引く手あまたでしょうからね。それはそうなんだけど、やっぱり錬金術師は必要だと思うの。求められている規模までこの村を発展させるには普通のやり方だけじゃ難しいもの。それに賢者の遺物を探し出すにはいつかきっとその力が必要になってくるわ。そうでございますね。何名か雇用できればいいのですが。そのためにもクノスさんから情報を聞かないと。さあここで話してても仕方ないし、早速クノスさんのところへ行きましょう。かしこまりました、すぐに準備いたします。
こんにちは。ありがてえ。こちらをご確認ください。どの建物を建てましょうか。どなたにお願いしますか？はーい、どん。ネルケ様。
こいつでどうだい？なかなかに立派なもんだろう。わあ、かわいいお店。ここで働くの楽しみになっちゃうわ。この短期間でこれだけのものを作るなんて本当にすごいです、ハゲルさん。これぐらいお安いご用よ。まあ、こういったことなら俺に任しときな。ありがとうございます。これからも頼りにしますね、ハゲルさん。それじゃあ今日はこれくらいにしましょうか。そんなに根を詰めてもいいことはねえですから。パメラも今すぐ店の準備をしたそうにしてやすしね。あら、バレちゃった。それじゃあ今日はこれで。皆さん引き続きよろしくお願いします。どうよ、任せて。頑張ってたくさん売るわよ。へい、こちらこそよろしくお願いします。さて、足も帰りやすかね。こんにちは。ありがとうございます。お疲れ様でした、ネルケ様。どうですか、初めてお仕事された感想は。まだ何とも言えないわね。今回のお仕事はほとんどハゲルさんたちにやってもらってただけだし、それに私は私で書類仕事になれるのに必死だったからね。うまくいきそうかどうかはもう少し先にならないとわからないわ。そうでございましたか、これは失礼いたしました。期限と言われて私も焦っていたようです。でも仕事の勝手も分かってきたし、そろそろ本格的に動き出すとしましょうか。少しでも早く発展の目処を立てないと、賢者の遺物について調べることもできないものね。あら、お忘れではなかったんですね。ここに来てから話されないのでどうされたのかと思っていました。そんなわけないでしょ。そのために私はこの村に来たんだから。話してなかったのはまだその時期ではなかったからよ。どの道聞いたところで調べるための人材も揃っていないしね。せめて錬金術師がいればちょっとは状況も変わると思うんだけど。そうですね。しかし錬金術師がこの村に来るものでしょうか。来させるのよ。そのためにこの村を発展させるの。魅力的な場所にすれば錬金術師もきっと来てくれるわ。そうでございますね。で、だからこれからも頑張っていきましょう。ミスティ、ネルケ様。ご一緒いたします。よし、はい。そうですね、
参りましょう。ネルケ様、迅速に調査を進めなくては。これは何かに使えるのではないでしょうか。取っておきましょう。何か使えるものがあるといいのだけれど。まずまずの成果ね。今度はさらに結果を出しましょう。そうですね。ユウ。はあ？ありがとうございます。よし。こちらをご確認ください。立てるものを考えなくては。どこに立てましょう。完成が楽しみですね。何を栽培しようかしら。どの建物を建てましょうか。どこに建てましょう。完成を待つのどれを栽培いたしますか。どちらになさいますか。施設の状態はと。どちらの商品にいたしましょう。ネルケ様。おはようございます、クノスさん。実は変なものが見つかって。変なもの？これでさ。これは錬金釜じゃないですか。錬金釜？え、これは錬金術師が調合するときに使う道具です。あ、昨日来た旅人が泊まってた部屋にあったんでさ。今朝方村を出ちまったんですが、どうも忘れていっちまったみたいで。その人きっと錬金術師だったんだわ。惜しいことしちゃった。まだそう遠くには行ってないと思いやすがね。昨日の夜近くの森を調べに来たって言ってやしたから。森の調査ですか。賢者の遺物を探すのが目的みたいでさ。それでまずは森を調べるって。賢者の遺物？クノスさん、遺物のことをご存知なのですか。え、
へえ、おそらくグランツバイトの木のことだと思います。グランツバイトの木ですか。それがここにあるという賢者の遺物のことなんですね。あくまでこの村に伝わる伝説でさ、誰もその木を見た者はいやせん。ただ何十年かごとに光り輝く不思議な実が見つかることがあるんでさ、その実はとてつもなくうまくて、食べると力が湧いてくるとかなんとか。力が湧いてくる、そんな効果があるなら賢者の遺物に違いないはず。ネルケ様、錬金術師の方を追いかけましょう。村の発展、そして賢者の遺物を探るには錬金術師が必要なのでしょう。そうね、協力を得られないか話をしてみましょう。それではすぐに装備の準備をいたします。ちょっと待った、お二人だけで向かうのは危険です。大丈夫です、これでも剣の腕には自信がありますし、魔物を倒したこともあります。ネルケ様を傷つける者は排除するのみです。ご心配には及びません。そうは言っても、あ、念のためお聞きしますが、戦闘の経験は。この近くにはよく狩りに行くんで、そこそこありやす。それに足がいりゃ道に迷うことはありやせんぜ。それなら心強いですね。急いで向かいましょう。ここまで来てもいないということは、もっと奥の方に進んだみたいですね。ネルケ様、せっかくですし、使えそうなものを拾いながら進みませんか。そうね、建設資材に錬金術の素材、いろいろ使えるものがあるかもしれないもんね。はい、これだけ自然豊かなのできっと何か見つかるかと思いますよ。錬金術の素材ですかい。この辺りには普通の草しか見当たりやせんが。そんなことはありません。例えば、そう、この植物は回復薬や中和剤の材料になります。こんな草がですか。それにこちらの鉱石はフラムなどの爆弾の材料になりますよ。この石ころもですか。あの、つかぬことをお伺いしますが、今までベストバルト村では錬金…そうですね、こういうもんを必要としてたのは行商人くらいでさ。それに使えるって分かってても錬金術師が村にいなけりゃ意味がねえ。にしてもネルケ様は詳しいですな。王都の…ええ、あらゆる学問の基礎知識を一通り習うんです。自分には扱えないものでも、その骨子と使い道を知ることは重要ですから。指示を出す立場になる以上、知らないことは何もないくらいじゃなきゃ務まりません。はあ、なるほど、やっぱり貴族様はすごいんですな。確かにネルケ様は勉強熱心ですが、錬金術関連の分野は少し詳しすぎるくらいですね。いいでしょう、役に立っているのだから。それに私が錬金術に興味を持っていたのも知っているでしょ。おや、そうなんですかい。何か思い入れでも。ええ、私は伝説の賢者に憧れて錬金術に興味を持ち始めたんです。残念ながら才能がなくて錬金術を使うことはできなかったんですけど、人々を幸せにするというのは貴族としての責務にも重なることだから、賢者のような生き方を目標にしているんです。なるほど、そうでしたか。それじゃあここでの仕事や調査も夢の一つというわけですかい。ええ、まだまだ仕事は始まったばかりですけど、少しでも私の知識をお役に立てたいと思っています。それだけ熱心に努力してるんですから、ネルケ様ならきっとその夢も叶えられやすよ。ありがとうございます、クノスさん。そういうわけなので、わからないことは私に聞いてくださいね。
素材。わかりました。気になるものがあったら確認します。お願いしますね。それじゃ奥に進みましょうか。この辺りは見晴らしもいいから子供の頃はよく遊んでやした。何か使えるものがあるといいのだけれど。美味しそうな果物。野生のものって心躍るわ。あれは魔物ですな。ネルケ様。ミスティ、クノスさん、行きましょう。参ります。余裕でさ。大したことなかったわね。お疲れ様でした、ネルケ様。はあ、お二人ともやりやすな。まさか。私も幼い頃から訓練しているので多少の心得はあるんですよ。いざという時は自分で自分の身を守る必要がありますからね。なるほど、そうでしたか。しかしさっきの魔物たち様子が変でしたな。えらい慌ててるように感じやしたが。言われてみれば。ですが飢えているようにも見えませんでした。では何かから逃げてきたとか。なあ、ネルケ様、お下がりください。こいつはなかなかの大物でさ。待てあれは。いけ。え、ネルケ様。へっへん、このマリー様から逃げようなんて100年早いって。あれ、村長さん、どうしたの。あんた、いきなりなんてもん投げんだ。あれは何なんだ一体。マリー特製フラムだよ。見たことない魔物だったから素材が欲しくてさ、戦いを挑んだんだけど逃げられそうになったんだ。で、絶対逃がさないよう私のとっておきを使ったってわけ。そうか、さっきの魔物たちが慌ててたのはあんたの。そうそう。で、村長さんたちはどうしてこんなところに。
後ろの子たちは誰？あんた釜を忘れてっただろう。それを伝えに来たのさ。あ、そういえば調合するときに出したままだったかも。調合ということはやはりあなたは錬金術師なのですね。うん、そうだけど、あなたは？私はネルケと申します。ベストバルト村の領主の娘で、この度管理官として赴任しました。私はネルケ様のメイド、ミスティです。どうぞお見知りおきを。え、貴族様なの？これはご…マリーさんですね。はい、いろんな世界を知るために旅をしてて。ネルケさんたちはどうしてここに？はい、あなたに会いに来たんです。実はマリーさんにお願いしたいことがあって。お願いですか？お聞きしたところによると、マリーさんはグランツバイトの木について調べていたんですよね。はい、どこにあるのかわからない不思議な木って面白そうだなと思って。せっかくだからいろいろと情報を集めて、なんとかいけないか考えてるんです。そうでしたか。あの、提案なんですけど、よろしければしばらくベストバルト村に住みませんか？この近くに拠点があれば調査もしやすいと思うんです。え、それはありがたいですけど。もちろんです。村でアトリエを開いていただければ、どんなに嬉しいことか。アトリエを？はい、ベストバルト村はこれから大きく発展をしていきます。土地を開拓し、施設を建て、規模を拡大したいのです。そのために錬金術師であるあなたのお力を借りたいのです。村にアトリエ？はい、私たちにはマリーさんが必要なんです。それに村が大きくなれば人が増えて、木の調査もやりやすくなるかもしれませんよ。なるほど、一理あるかも。本当ですか？もちろん。木の調査もそうだけど、村の発展に関わる機会なんてなかなかないし、ぜひと、この近くって珍しいものも多いから、もっとたくさん調べてみたいって思ってましたしね。ありがとうございます。それ…え、こちらこそ。よかったですね、ネルケ様。それじゃあ村に戻りましょう。そろそろ作業も終わっとるはずです。マリーさん？あ、ネルケさん、先に戻っててもらえます？ちょっと準備をしたくて。わかりました、お待ちしてますね。はい。さてと、後で合流できるように伝言をお願いしに行くとしますか。それにしても賢者の遺物か。おかえりなさい。マリーさん、いつの間に追い越されたのかしら。ほうきを使って飛んできたの。ほうき？生身で空を飛ぶ人なんて初めて見たわ。まったくだ。早速こんな人材をスカウトしてくるなんてやり手だな、ジョーちゃん。いえいえ、すごいのは私じゃなくてマリーさんですよ。それにしても錬金術ってそんなものまで作れるんですか？あれ、こっちにはそういう道具ないんですか？こっち？私が知っている限りではないです。ネルケ様がご存じないのですから、
ないと言って差し支えないかと。こっちだと道具も違うのかな。それじゃあ道具を作るときはネルケさんに指示してもらいましょうか。私がですか？はい、村の発展はネルケさん主導で進めるんだから、ネルケさんが欲しいものを作るのがいいと思うんです。それにほら、先入観がない方が面白い発想するかもしれないし。なるほど、試しにやってみてもいいかもしれませんね。じゃあ早速、まずどういうものが欲しいですか？そうですね、そうだ、そうですね、よし、ありがとうございます。こちらの区画を見ていきましょう。建てるものを考えなくては。どこに建てようかしら。これで決まりね。こんにちは。
主に向かいましょう。どんな素材があるかな。これは役に立ちそう。疲れやした。油断せずに行きましょう。ネルケ様のことはあっしが守りやすので、お任せください。ありがとうございます、クノスさん。でも私の剣の腕前もなかなかでしょ。取っておきましょう。どんどん進みましょう。油断せずに行きましょう。あまり無理はなさらないでくださいね。心配しすぎよ、ミスティ。でも、ありがとう。これは使えそうね。持って帰りましょう。錬金術に使えるかは分かりませんが、とりあえずいろいろ集めます。今度はさらに結果を出しましょう。ネルケ様、
いかしら。オッケー、あたしの出番です。これをお願いします。この通りにお願いいたします。了解、あたしに。こちらをどうぞ。これなら問題なさそうですね。はい、それじゃあ改めてこれからもよろしくお願いします。はい、こちらこそ。ところでネルケ様、これからどうなされるんですか？そうね
当面の目標は課題をこなしながら村を発展させるための予算や資材、人手を集めることかしら。最終的にはこの村を都市と呼べる規模にしなきゃいけないんだもの。課題はなるべく早くこなしてしまわないと。都市ですか。いくらなんでも大きすぎるような。あくまで目標よ。さすがはネルケ様、そこまでお考えだと。でも当座の問題は人材の確保ね。それなら大丈夫ですよ。そうか。え、マリーさん。お、来た来た。あ、マリーさん、やっと追いつきました。あ、ごめんごめん、ちょっと先走りすぎちゃった。本当に空を飛んで。はあ、すごい。一体どんな力で動いているのかしら。わかったわよ。あの、マリさん、こちらの方は。この子はエリー、私の後輩なんです。エルフィールです。エリーと呼んでください。よろしくお願いします。マリーさんの後輩ということは、あなたも錬金術師なのですよね。はい、マリーさんと旅をしていたのですが。いや、魔物を追いかけてるうちにはぐれちゃって困ってたんですよ。もう、もしここにいるって聞けなかったら合流できませんでしたよ。ごめんごめん。聞けなかったら？マリーさんは誰かに行き先を教えていたのかな。ところで、このアトリエはどうしたんですか？置いてある道具もマリーさんが調合したみたいですけど。実はここで働くことになってさ、アトリエを開いて村の発展に協力するの。どうしたんですか突然。なんで急にそんな話に。まあまあ、詳しいことはお茶でも飲みながら説明するから。ほら、こっちこっち。マリーさん。それじゃあネルケさん、後の説明は私に任せといてください。錬金術師が2人もこれから忙しくなりそうですね、ネルケ。なんだかワクワクしてきたわ。ここが。漁師様より課題の詳細が届いております。ついに来たわね。それじゃあ見てみましょう。最
最初の課題ということもあり、それほど難しくない内容ですね。ええ、村を順調に発展させられれば無理なく達成できるはず。まずは課題達成を目標に頑張っていくとしましょう。はい、他はいかがいたしましょう。そうね、住民の皆さんからの要望、素晴らしい心がけです。いいえ、この村は住んでいる皆さんのものなら、全ての人の意見を聞くのは当然のことだと思うわ。それに皆さんの要望を聞けば、この村に足りないものもきっと見つかる。そうすれば村の発展にもつながるはずよ。なるほど、おっしゃる通りですね。さすがはネルケ様でございます。では今後は住民の皆様の要望を聞きながら村の発展に取り組まれるのですね。ええ、ただ改めて考えてみると本当にやることが多いわね。大丈夫ですかネルケ様。ええ、マリーさんたちも加わったしきっと大丈夫。まずはいろんな作業に慣れていかないと。ミスティにも苦労をかけると思うけど、これからもよろしくね。もちろんでございます。このミスティ頼もしいわね。よし、はい。ありがとうございます。
のいい日はこちらでお昼を取るのもいいかもしれませんね。素材にはいろいろなものがあるのですね。私も勉強した方が良さそうです。始めましょう。余裕でさ。大丈夫ですか、ネルケ様。あまり無理はなさらないでくださいね。心配しすぎよ、ミスティ。でも、ありがとう。これは使えそうね。持って帰りましょう。油断せずに行きましょう。やっ、痛いの行くよ。はっ、やった、大勝利。マリーさん、もし爆弾を使う場合は周りを見てからにしてくださいね。ますよ。あの時はたまたまです。よいしょ。はあ、疲れやした。いい結果です。この感じを忘れないようにしたいですね。ネルケ様、状態をと、どなたに依頼されますか。わかりました。調合をお願いできますか。依頼する道具でございますが、いくつ頼もうかしら。これを作ります。この通りにお願いいたします。はい。施設の状態をと、誰に頼むのがいいかしら。 OK。 どの商品を並べようかしら。 OK。こちらの様子はいかがでしょうか。誰にお願いしましょうか。どの商品を並べようかしら。じゃんじゃん売るわよ。さすがね。
誰にお願いしましょうか。あいよ。どちらの商品にいたしましょう。施設の確認をいたしましょう。どなたにお願いしますか。オッケー。栽培するものを決めましょう。オッケー。誰に頼むのがいいかしら。どれを栽培いたしますか。今週の報告をまとめました。それじゃあ確認しましょうか。ですね。それはそうですね。ありがとうございます。Thank you.
限にも見えない何かは眠ってるはず。注意して探そう。見慣れたものから珍しいものまで、本当に面白い世界ね。錬金術に使えるかは分かりませんが、とりあえずいろいろ集めます。どんどん進みましょう。これは何かに使えるのではないでしょうか。取っておきましょう。疲れやした。始めましょう。よっ。どら。ネルケ様のことは足が守りやすので、お任せください。ありがとうございます、クノスさん。でも私の剣の腕前もなかなかでしょ。食べられるものを見つけました。ネルケ様、まずは私が毒味をします。爆弾の材料になりそうなものは、まずまずの成果ね。今度はさらに結果を出しましょう。どちらになさいますか。施設の状態はと、調合をお願いできますか。何にしましょうか。いくつ頼もうかしら。いくつ頼もうかしら。わかりました。これを作ります。こちらの依頼をお願いします。はい。誰にお願いしましょうか。これでよろしいでしょうか。どなたに依頼されますか。施設の確認をいたしましょう。誰に頼むのがいいかしら。商品を決めましょう。施設はどうなっているのかしら。施設の状態をどなたに依頼されますか。結果を確認しましょう。情報は大切ですからね。いいもの発見。眺望に使えそうだね。
れやした。どんどん進みましょう。全力で行きやすせ。ほら、進めますね。ネルケ様のことはあっしが守りやすのでお任せください。ありがとうございます、クノスさん。でも私の剣の腕前もなかなかでしょ。よいしょ。何か使えるものがあるといいのだけれど。全力で行きやすせ。はっ、どら、やっ、すっごい攻撃いくよ。これならどう。便利な素材があったらいろいろと試してみたいな。エディさんは本当に探求心の強い方ですね。食べられるものを見つけました。ネルケ様、まずは私が毒味をします。錬金術に使えるかは分かりませんが、とりあえずいろいろ集めます。完璧な成果ですね。さすがでございます。こちらの区画を見ていきましょう。建てるものを考えなくては。どこに建てましょう。こちらにいたしましょう。はい、こちらにいたしましょう。はい、こちらにいたしましょう。はい、この場所にしましょう。どの建物を建てましょうか。どこに建てましょう。ここにするわ。はい、こちらに、はい、はい、こちらにいたしましょう。こちらの様子はいかがでしょうか。
何にしましょうか。どちらになさ、施設の確認をいたしましょう。どなたに依頼されますか。はい、どの商品を並べようかしら。どん、こちらの様子はいかがでしょうか。施設の状態をと、どなたに依頼されますか。どなたに依頼されますか。ご確認いただきたいことが。これで一段落ね。さてさて、結果。ネルケ様、ついに課題を達成いたしましたね。ありがとうございます。皆さんが頑張ってくれたおかげです。そういえば報告書はまとめてあるけれど、これは領主である父に送ればいいのかしら。ミスティ、そのあたりの流れについて何か聞いてる。はい、何でも今日審査官様がお見えになると連絡が入っています。審査官？僕の話かい？この声は。やあやあ、ミラノ州。ゲー、ロータス。このロータス、再びこの地に帰ってきたよ。お知り合いだったんですかい。ええ、父の部下ですから、オートにいた頃から知っています。彼が来ると笑い声が屋敷中に響き渡るんです。そりゃそうでしょうな。それにしても徴税官であるあんたがここの審査も。僕はもう徴税官ではないよ。これからはネルケ城の仕事ぶりを調べる審査官さ。あなたが審査官なの？おや、お父上から聞いていないかい。少し前に連絡を出しているはずだけれど。え、そうなの？
もしかしてミスティは知っていたの？申し訳ありません。もしロータス様が来られると知ったらネルケ様がご不快になるかと思いまして。そうだったの。そう言われると責めることはできないわね。ミスティ嬢は相変わらず辛辣だな。まあそういうわけだから、これからは定期的に課題の通達と審査を行わせてもらうよ。それじゃあまずは今回の成果を確認させてもらうよ。さてさて結果は？さすがネルケ嬢、素晴らしいよ、合格だ。村の皆さんや錬金術師の方々が協力してくれたおかげよ。私は指示を出したに過ぎないわ。そんなに照れることもないだろう。素直に喜びたまえよ。まあでもまだ最終目標達成には遠いから、リーダーとしてはそれでいいのかもしれないね。それじゃ次の課題を伝えるよ。次の課題は、なるほど、こうやって最終目標への道筋を課題にしているのね。そういうことさ。それじゃ、言われなくてもやってやるわよ。また心機一転、次の目標に向けて頑張りましょう。はい、ネルケ様。それにしても審査官があのロータスだとは思わなかったわね。ああ、またあのハイテンションに付き合わされると思うと今から憂鬱な気持ちになるわ。あの、そのことなのですが、実はまだお伝えすることがございまして。なに、ミスティ、すごく嫌な予感がするのだけど。心外だな、ネルケ嬢。僕はこんなにも君のことを思って働いているというのに。え、あなたまだいたの？早く次の領地に行かなくていいの？昨日言ったはずだよ、僕はこの件の審査官となったと。徴税官の仕事はしばらく他のものが代わってくれる。君の仕事が終わるまではここで君と一緒さ。漁師様からのお達しでね。もし不正があってはいけないから君を監督するよう言われたのさ。失礼ね、私が不正なんてするわけがないでしょ。もちろんわかっているよ。考えるにこれは漁師様の配慮だね。なるほど、ネルケ様の身を守るために信用できる部下に任せたという。いくらなんでも過保護すぎない？まあそういうわけだから、採取などで外に出るときは声をかけてくれたまえ。全力で君たちを守ってみせる。それまで温かく影から見守っているよ。それじゃあね。やっぱりこれからいろいろと大変になりそうね。さて今日も、お下がりください、ネルケ様。生きてる？うん、生きてるみたい。はあ、よかった。爆発しちゃった時はどうなることかと思った。大丈夫ですか？え？はい、大丈夫ですよ。それは良かったです。
それにしても突然何か光ったと思ったら次の瞬間に人がいるなんてびっくりしました。そっちではそう見えていたんですね。驚かせてしまったみたいですみません。私はリリー、錬金術師をしています。錬金術師、私はネルケと申します。このベストバルト村の領主の娘です。ミスティと申します。ネルケ様のメイドをしております。よろしくお願いしますね、二人とも。でもベストバルト村、飛んでしまった。あのリリーさんはどうやってここに来たんですか？実は見たことないレシピが書かれた本を見つけて、その本の通りに調合してみたんです。ただどうもレシピが不完全だったみたいで、それで気がついたらここにいたんです。そうでしたか。ちなみにそのレシピに書かれていたのはどんな道具だったんですか？詳しくは分かりませんけど、おそらく転移系の道具だと。なるほど。ところでリリーさん、これが…ええ、調合する道具も向こうに置いてきてしまっているので、もう一度同じ道具を作って元いた場所に戻れればいいんですけど。それならここで働いてみませんか？アトリエは用意できますし、報酬もお支払いします。リリーさんの他にも錬金術師の方がいますから、その道具を作る手助けをしていただけるかもしれませんよ。いいんですか？ぜひその話受けさせてください。よろしくお願いしますね。ありがとうございます。いい感じ、いい感じ。基本的なものなら用意できるって確認できたし、これなら問題なくやる。こうしてみるとマリーさんって本当に何でも作れますよね。昔からいろんなことを試してきましたからね。その経験が大きいのかも。依頼ってたくさんの種類があるから、
その分いろいろなことに対応できないとダメなんです。毎回毎回調べたり考えたりするうちに調合できるものが増えていったんですよ。なるほど。実際にアトリエを営む中で知識が身についたんですね。多分そうだと思います。それに私一人だけの力じゃありません。そもそも新しい道具を調合するきっかけをくれたのは依頼してくれたたくさんの人だと思うんです。エリーと一緒に働く中でも多くの発見があったし、みんながいてくれたからこそ。それに座学がすごく苦手だったから、勉強のつもりで本とか読んでも全然頭に。おや、そうなのですか。今うちのアカデミーで過去さ。そんなにですか。あんまりにもひどかったからアトリエを経営しながら勉強することになったんです。けどそれでようやくわかったんです。錬金術は人の生活の役に立つためにあるものなんだから、使う人のことを考えて調合したりレシピを作るべきなんだって。それからはどんどん錬金術に夢中になって、少しずつできることも増えていったんです。なるほど、そういうものなんですね。まあまだ偉そうなこと言える立場じゃないんですけど、それでも私は誰かのために仕事する、こうしていろんな場所を旅して回ってたくさんの人と話せるきっかけにもなりますしね。錬金術が使えない私からすれば羨ましい限りですね。もちろんですよ。こちらこそよろしくお願いしますね、ネルケさん。これなんかどうです？始めましょう。はい。おい。素材があったらいろいろと試してみたいな。エリーさんは本当に探求心の強い方ですね。疲れやした。今まで気にもしていやせんでしたが、こんなものにも活用方法があったとは。
こちらをご確認ください。施設の状態はと、どの建物を建てましょうか。
これで一段落ね。報告でございます。ありがとう、ミスティ。それは…こんにちは、ネルケさん。ちょっと相談したいことがあるの。いらっしゃい、パメラさん。実は、お屋敷にあるお部屋を一つみんなに貸してほしいのよ。部屋をですか？それは構いませんが、一体何に使うんですか？それにみんなにって？実はね、錬金術師のみんながね、一緒に調合の研究をしているのよ。それってそれに、みんな違う世界からやってきたんでしょ。みんなの意見が集まればすごいレシピが生まれるわ。なるほど、錬金術師の皆さんの力を、いいアイデアだと思います。パメラさん、早速準備しましょう。ミスティ、どこか部屋を開けておいてくれる？私は必要な機材を手配してくるから。かしこまりました。それで、ありがとう。それじゃあ、お願いね。Thank you.
ケさん、グランツバイトの木について何か情報見つかりました？いえ、まだ何も。こちらでも調べてはいるのですが。そっか。じゃあ今後も片っ端から調べていくしかないのかな。けどマリーさん、この辺りを全て調べて回るのってすごく大変ですよ。人手を増やして手分けしたとしてもかなり時間がかかっちゃいます。そうなんだよね。何かいい方法ないかな。空から調べるっていうのはどうですか？マリーさんもエリーさんも空を飛べますし。ざっと探してみたんですが、空からはそれっぽいのが見当たらないんですよ。実際ベストバルトに来るまでそれらしいものは見ませんでしたからね。きっと見つかりにくい場所に隠れていると思うんですよ。言われてみればそうかもしれませんね。これまで見つかっていないわけですし。けれどそうなるとやっぱり歩いて探すしかなさそうですね。それじゃ探してきてくれる道具でも作ろっかな。え、それってまさか生きてる道具を作るってことですか？そうそう、その道具にすごそうな木を探してきてくれって頼めば見つかるかもしれないでしょ。ダメですよ、生きてる道具はもっと簡単な命令じゃないと聞いてくれないんですから。それにもしうまく動かなかったら他の問題を起こすかもしれないでしょ。いやー、自動で特定の素材を集めてくれるカゴとかは使い続ければ運よく見つかるかもしれないよ。それにそういう道具があればみんなが外に行った時もっとたくさん採取できるようになっていいんじゃない？はあ、それならいいですね。しかも面白そう。ええ、それにもしそういう道具があればもっと効率よく素材も集められます。よし、それじゃあ決まりだね。レシピをまとめて調合してみよう。仕事してくださってるんですね。あれ、すみません、旅でお疲れのところにいろいろとお任せすることになってしまって。いえいえ、こうして場所を貸してもらえたんです。こっちがお礼を言いたいくらいですよ。やっとマリーさんを見つけたと思ったら突然の話ばかりで驚いちゃいましたけどね。けどこの辺りには珍しいものがたくさんあるからもっと本格的に調べたいと思っていたんです。だからこうして落ち着ける場所を用意していただけて本当に感謝してるんです。いろいろと試したいことがあってもアトリエがなきゃ調合できませんから。それは良かったです。でもそんなに珍しいものなんてあり、私たちからすれば見慣れたものばかりですからなんだか意外です。そうなんですか。やっぱり地域によってかなり違いがあるんですね。ちなみにどんなところが違うんですか？例えば魔物とか全然違いますよ。知っているのはプニプニくらいかな。見たこともない魔物が多かったから強さがわからなくて最初はすごく不安でした。おまけにマリーさんとはぐれちゃって一人でしたし。見た目だけで強さを判断するのは危険ですからどうしても警戒してしまいますよね。そうなんです。それに素材も知らないものがあって結構見たことがあるようなものでも効果が微妙に違うものもあって、
ここでの調合に慣れるのにももう少し時間がかかりそうです。そんなに違うものなんですね。そんな話今まで聞いたことがなかったです。ええ、周りの環境が違うだけでこんなに違いが出るだなんて、ここに来るまでは想像もつきませんでした。同じ調合でもやり方を変える必要があったりして、本当に試すことが多くて面白いんです。この場所でなら今までになかった新しい何かがつかめそうで、すごくワクワクしてるんですよ。そう言っていただけるとなんだか嬉しいです。ご不便なことがあったらいつで。ありがとうございます。改めてこれからよろしくお願いします。材料がもっと見つかるといいな。これは何かに使えるのではないでしょうか。取っておきましょう。錬金術に使えるかは分かりませんが、とりあえずいろいろ集めます。全力で行きやすせ。おら、よっ、ふっ、耐えられるかしら。やった、勝ったよ。こうして採取してると昔を思い出します。みんな元気かな。顔を見せてあげたら、きっと喜んでくれますよ。これ何かに使えそうですね。お疲れ様。なかなかの結果ね。
ちらをどうぞ。拾い続けないように対策もしていますので。それは素晴らしいですね。ええ、あとはグランツバイトの木に関する手が見つかった場所を私たちでくま…ええ、お二人ともありがとうございます。はい、私たちありがとうございます。出発しましょう。迅速な行動が大事でさ。まだどこかに使えそうなものが落ちてないかしら。素材にはいろいろなものがあるのですね。私も勉強した方が良さそうです。始めましょう。あまり無理はなさらないでくださいね。心配しすぎよ、ミスティ。でも、ありがとう。ああ、疲れやした。これ、何かに使えそうですね。
上々の成果ですね。この区画を確認しましょう。どれを移動しようかしら。どこに移動しようかしら。ここにするわ。どれを建てようかしら。これでよろしいでしょうか。こちらの様子はいかがでしょうか。ミスティ、こちらをどうぞ。